日本東京都文京区白山白山は東京都文京区の町名。現行行政地名は白山一丁目から白山五丁目。西方、向ヶ丘、本駒込、仙国、小石川と接する文京、住宅地区。学校、寺院が多い。口述の通りその名が白山神社に由来するため発音のアクセントは差に置かれるが外来者には はにアクセントを置いて発音するものも多い。主要な商業地は、都営地下鉄三田線白山駅の周辺に集中しており、駅周辺をほぼ南北に貫く坂の頂上の地域を白山上、坂の入り口の地域を白山下、白山下から白山上と逆方向に登っていったところを白山御天頂と呼ぶ。地名は白山神社から。演技によれば、 1948年に、加賀一宮の白山神社を分子式の地に祀った。徳川綱吉の信仰を受けた。江戸時代まで、武蔵国都島郡小石川村、駒込村の各一部だった。1878年7月に、軍区町村編成法施行により、小石川区、本郷区にそれぞれ編入され、1889年5月市政施行で、東京市に編入。 1947年に文京区の一部になる。1967年1月、住居表示の実施に伴い、従来の丸山新町、さすが屋町、戸崎町、白山御店町、白山前町、原町などの合併により、白山一の5丁目が成立した。1丁目の炎上寺には、八百八お七の墓があり、寺の門前、 表通りに面して、おなな延命寺村がある。二丁目の白山通り沿いは、明治期は名手屋街、白山通りの西側提出地は大正から、昭和初期にかけては、白山花町として繁栄した。明治より盛り場だった、さすが屋の料理屋、店主、秋元哲五郎が、鳩山和夫や地元選出の政治家の支援により、警視庁に産業地指定の申請を行い、 明治45年に白山産業地ができ、関東大震災で被害が少なかったことから、大正中期以降、周辺一帯の人口急増を背景に流生した。樋口一葉の濁り絵は、死傷屈だった白山の名手屋をモデルに描かれ、徳田修正の祝図の主人公は、白山花町の芸者である。関東大震災以後、 小石川区に印刷工場が多く移転してきたことから、労働者が集まり、昭和初期の白山御殿町には、東京市最大の不良住宅地区が形成され、労働葬儀を描いた、徳永忠の太陽のない町は、白山のそれら地域が舞台となっている。五丁目の白山神社は、加賀白山にある白山姫神社の分霊を誕生した古社。元三丁目の地にあったが、 1655年白山五点造営に、再して、現在地二点。また本年寺には、江戸後期の文人、大田南保の墓がある。小石川植物園は、東京大学大学院理学系研究科に付属する、公開の植物園。五大将軍、徳川綱吉が、上の建林藩主だった頃の下屋敷のあった、ところで、1719年造史がや役園がここに、 移された。青木昆苗が、基金対策として、干所の施策をしたり、庶民のための養生所が経営されたことは有名。園内に、干所先生の記念碑が立ち、また養生所の井戸が残存している。1877年、養生所は東京医学校となり、後に、東大付属の植物園となった。住宅地の地下は2017年1月1日の、 工事地下によれば白山4の28の18の地点で76万7千円平方メートルとなっている。2019年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小石川の名を冠された施設が見られるのは旧小石川区を由来とするものである。ありがとうございます。